月霊月。平成も残すところあとわずかとなりまして、私が若い頃はそりゃ平成生まれということで珍しがられたもんですが、それも今は昔、同世代ならよくある思い出でしょう。思い出といえば、サバゲー行くとゲーム中に写真なんか撮ってもらいます。せっかくの思い出ってんでカッコつけて撮ってもらうんですが、どうも具合の悪いことがたびたび起こります。YouTube をご覧の皆様、こんにちは。今回はね、ようやくあのメッシュマスクが完成しましたので、ご紹介します。とはいえ、結構前に実は完成してみました。動画のネタがね、いろいろあるんですけど、動画のネタはクオリティ上げようとね、ちょっと台本いろいろ考えてると、なかなかね、取り出すまでにね。さてね、早速本題なんですけど、結構太陽の下だとこのマスクが透けるということで、ね、せっかく格好つけてもダサいというね、ことで、うおすごい。でまあこんな感じで、逆に強すぎる。あ、こんな感じでね、結構口がね透けます。ちょっと強すぎるけどね、どうだろう。あ、なんかこうやっぱ照明って大事だな。あ、こんな感じ、こんな感じで結構透けます。下からの反射か、地面からの反射で透けるんですね。で実際完成したものがこちらになります。こんな感じで、おお、全然透けないぞ。ほらほら、唇が全く見えない。こんな感じでね、全く見えません。すごくね、マジすごくね。対してこれがバイ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 、はい、めっちゃ透けるね。という感じです。はい、眩しい。で、まあ、材料なんですけど、早速ネタバレしちゃいましょう。こちら、これね、あの100均で買った、あの 100均によく売ってるね、お風呂用の体洗うタオルです。まあ、いろんな色あるんですけど、ちょっと見えない。で、これでなくてはならない理由なんですけど、まずね、普通の布、ストッキングみたいなね、生地の薄い、まあ、通気性が良さそうなものを結構、いろいろ試してみたんですけど、とかね、こういうバラクラじゃないよ、なんだったっけこれ、シュマグとかね試してみたんですけど、やっぱね、布だと吐息の湿気によってベタベタになるんですね。まあ、これに限らずね、全ての布はベタベタになってんで、なんか貼ってあるところがおもらしみしたみたいにシミになっちゃうのと、あと呼吸がねすごくしづらくなるんですね、これだけで。なぜかわかんないですが。で、まあその結果、ゴーグルが曇ってしまうということが起こるんですけども、その点こちらはね、まずね、まあ、お風呂で使うやつなので、水がね、シミにならないですね。で、すごく通気性がいいです。ほぼほぼ何もないようなね、感じで使えます。で、それでいて透けないくらいの密度があるということで、さすがにね、これね、1枚だとちょっと透けたんですが、2枚重ねると全然つけなくなるというね感じです。こんな感じで、でまあ2枚切って貼ってます。で100均なので安いというねメリットもあります。まあね、柄や色もねたくさん、いろんな種類、いろんな100均行けばいろんな種類あるので、まあ、メッシュマスクの色に合わせていくらでも作れるというのもメリットだと思います。で実際の作り方なんですけど、ここね、ここも、これもね、100均で売ってる結束バンドですね。を、くっつけてるだけです。黒でやればもっと目立たなくなりますけど。なんでね、制作費200円で、
作ることができます。これであとはね、台のフェイスマスクみたいなね、こういうミラーのゴーグルつけてね、これをはめれば結構インスタ映えする顔が出来上がるんじゃないでしょうかね。あの UAB とかやる人ね、結構そういうマスク好きそうなんでね、これならね、ほうづけできるのでいいんじゃないでしょうかね。わかんないですけど、というわけでね、一応ね、そんな感じの使用例なんかはね、ちょっと作ってみたんでね、よろしければどうぞ。はい、というわけで使用例いかがだったでしょうか。これね、もらったやつなんですけど、カルチャーフィールドさんからね。こうすることによってね、さらにね、商品の価値が上がったと言えるでしょうやっぱね、そのサバゲーをね、振り返るサバゲーの写真って結構ね、そのサバゲーを楽しむ上で大きなウェイトだと思うんですね。で、せっかくかっこよさとね、その安全をね、守るというのはね、そもそも計りにかけたらダメなことだと思うんですね。なんでね、こういうのがあるといいんじゃないかなと思って作りました。参考になれば幸いです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。